こんにちは、的場彩香です。観光都市金沢、コロナ禍前は観光を楽しむ多くの外国人観光客の姿が見られましたね。でも感染拡大によってその姿はほとんど見られなくなりました。ですが金沢で見かける外国人の方は観光に来られている方だけではありません。この地で仕事や学びの場を持ち家族と共に生活している方もたくさんいらっしゃいます。金沢に住む外国の方がより暮らしやすく、そして地域に溶け込む手助けをしている方たちがいるそうです。今回は金沢国際交流財団をご紹介します。金沢国際交流財団は金沢駅前のリファーレの2階にあります。こんにちは。事務局長の中村さんに金沢国際交流財団について伺います。的場さん、はい、早速ですがクイズです。クイズ、はい、現在金沢市には何人くらいの外国人の方がお住まいだと思いますか？金沢市に、はい、500人ほどじゃないですか？は、なるほど。正解は5740人です。5000人を超えてるんですか？そうなんです。そんなにたくさんの方が住んでらっしゃるんですね。はい、技能実習生などで働く外国の方が増えているというのは全国的な傾向と同様なんですけども、外国人留学生の方が増えていて、はい、それが全体の外国人居住者の方を押し上げているという状況は大学などの高等教育機関が集積する金沢ならではの特徴ということができると思います。そうなんですか。ではこの金沢国際交流財団はどんな目的のもと、どういったことを行っている団体なんですか？日本人と外国人との相互理解、そして友好親善を促進するためのさまざまな事業を実施しています。例えば外国の文化を紹介するセミナーを開催したり、金沢の伝統文化を体験する講座を開催するなどしています。日本人と外国人が交流するような交流事業も数多く実施しています。私たちとしては世界の交流拠点都市金沢の実現に寄与したいと考えています。ここからは財団が行っている事業について事務局員の広瀬さんに伺います。こちらに本がずらっと並んでますけど、はい、これは、はい、金沢のことを英語で紹介している本ですとか、あと海外のいろいろな料理のレシピブックですとか、あとまあ外国の方が日本語を学ぶときに使用するテキストなどが置いてあります。借りることもできますのでお貸ししております。では金沢国際交流財団ではどういった事業を行っているんですか？はい、実はたくさんございまして、はい、このぐらいあります。本当ですね、いろいろありますね。まずはこの金沢国際交流祭り、どういったお祭りなんですか？はい、こちらは2020年に行われた金沢国際交流祭りの様子です。金沢市役所前の広場で行われたんですね。はい、どういったお店が出店されてたんですか？はい、世界の料理やスイーツを販売しているワールドグルメブースでは、韓国で話題のスイーツクロッフルが販売されていました。美味しそうですね。はい、他にはどういったものがあったんですか？はい、ベトナムの揚げ春巻きですとか、あとモンゴルの蒸し餃子のボーズなども販売いたしておりました。グルメ以外にもいろんなお店がありますね。はい、世界の雑貨などを販売するワールドバザールブースですとか、あとフェアトレード商品などもそちらで販売しておりました。あ、そうなんですか。はい、ステージもあるんですか？はい、2021年の祭りでは、インドネシアのバリ舞踊ですとか、伝統楽器などが演奏されました。じゃあ本当にいろんな国の文化とかグルメとかが楽しめたんですね。はい、そうですね。英語で遊ぼうグローバルキッズセミナーというのは、これはですね、金沢市在住の外国人の方に講師になっていただいて、小学生の子どもたちに英語を通じて世界の文化を楽しく学んでもらうセミナーです。これは金沢の大学に通うロシア出身の留学生の方に金沢市の姉妹都市イルクーツク市の紹介について英語でお話しいただきました。続いて
国際理解講座ワールドクッキング教室っていうのは、はい、こちらは金沢市在住の外国人の方をゲストにお招きして、彼らの出身国の言語ですとか料理とかを、学ぶ講座となっています。フランスの方にイースターの時期にフランスで食べられる子羊の料理について紹介していただきました。美味しそう、はい、その他には、例えばイタリア出身の留学生の方にご出身の南イタリアの代表的な料理ですとか観光地などを紹介してもらう講座なども行いました。続いての金沢文化体験プログラムっていうのは何ですか？はい、これはですね、留学生に金沢の町の歴史を伝えて伝統文化を体験してもらうプログラムとなっています。これ写真ではお食事ですかね？はい、金沢の伝統的な郷土料理であるジブニを一緒に作って食べました。その他にボランティアガイド前戸さんの案内で長町武家屋敷跡ですとか小山神社なども訪れました。金箔張り体験ですとか能の体験などもやったことがあります。外国人フォトコンテストっていうのはどういったものなんですか？はい、これは金沢市在住の外国人の方から、金沢でふるさとを思い出す場所ですとか、金沢で出会ったお気に入りのものをテーマに写真を募集いたしました。はい、国際交流祭りなどで展示をして来場者の方が気に入った写真に投票していただいて受賞者を決定するというコンテストです。座談会ではどういったお話があったんですか？そうですね、皆さんが今後金沢でどういったことをしていきたいかですとか、優勝された方は写真家の方を目指していきたいというようなお話もありました。金沢国際交流財団では多くの方がボランティア登録をされているそうですね。はい、どういった活動をしているんですか？はい、4つございまして、通訳ボランティアは金沢市の福祉健康センターで乳幼児健診を受ける保護者と保健師さんの間のコミュニケーション支援をするボランティア活動になります。あ、なるほど。日本語ボランティアは金沢に暮らす外国人やそのお子さんを対象に日本語の学習支援をする活動になります。ホームステイビジットボランティアっていうのは何ですか？はい、これは留学などで金沢に来た外国人の方を家に招いて食事ですとか宿泊の提供をするボランティア活動になります。楽しそう。ビジットというのは宿泊を伴わない数時間ご自宅に滞在して交流するという活動になります。文化紹介ボランティアっていうのは？はい、こちらは浴衣などの着付けですとか、あと茶道とかそういった特技を持っている日本人の方も多くおられますので、外国人の方にそういったものを紹介する活動になります。なるほど。金沢国際交流財団はいろんなことをしてるんですね。はい、そうです。こういった事業を通してどういったことを目指していきたいですか？はい、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら地域社会で共に生きていくという社会、これを多文化共生社会と言いますけども、私たちはこの多文化共生社会を金沢で実現したいと考えています。これからもさまざまな国際交流事業を実施していきますので、テレビをご覧の皆様にもぜひ参加していただきたいと思っています。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。